一つ心配なのがさ、今充電しながらカメラを回してるんだけど、発熱でさ止まるんじゃないかという不安。これ爆熱なんだよねこれ。あ、いいこと思いついた。あれだ、あれこれ電池抜いてさ、電池抜いて撮影すればいいんだよ。電池が発熱するから電池を抜いて。ちょっと待って、今止めます。ちょっと電池抜きます。ただいまね、電池を抜いて撮影しております。いや電池抜いても動くんだね。これでね、発熱問題だいぶ解決するんじゃないか。バッテリーにも優しいし発熱も抑えられるし、このアイデアいいね。よし行きましょう。よっしゃ、ダイソー到着だ。まあこれから小屋に帰るんだけども、ちょうどよくなんか夜のテストができそうな感じでよかったよ。果たしてどれぐらいね、夜をきれいに映してくれるんだろうね。なんかね、一応下調べをしたんだよ。いろんな中華アクションカムがあるんだけども、この GI-T5E はさ、なんか他のアクションカムに比べてなんか夜の画質がすごい綺麗だったんだよね。果たしてでも本当にそうなのか。綺麗と言っても、まあ、それなりのさ街を走ってる感じが綺麗だったのよ。これぐらいのど田舎を走ったら果たしてちゃんと映るのだろうかって。業務スーパー来てしまったけど何も買うものがないんだよ。いいや、買わなくていいや。また無駄な買い物をしてしまうとこだった。危ねえ。特に用もなくさ業務スーパー立ち寄るとさ、用がなかったはずなんだけどさ、結構たんまり買い込んでんだよな。今さ小屋には結構いろんな人からもらった差し入れが大量にあるからさ、もう食料買わなくてもいいんだよな。ちょっと今からガチの田舎道行くか。ガチの田舎道、果たしてこのカメラの性能はどれぐらいまで通用するのか。シュッ、ここあんまり通らないんだよね。道悪いしさ、夜なんか特にさ電灯もないから。どれぐらいまで映ってんだろうな。月明かりと自転車のライトのみ。ちなみに肉眼ではね、自転車のライトが強力だからはっきり見えるよ、遠くの方まで。今カエルめっちゃ鳴いてんだけどさ、どれぐらい音声拾ってるかな。アクションカメにさ外部マイク入力で今録音してるんだけど、どうだろうか。いつもはさ PCM レコーダーに録音してるからさ、多分音質抜群だと思うんだよね。それよりは劣るだろうけどさ、そこそこいい音で撮れんじゃないの。うんこの匂いがする。そろそろ田植えか。田んぼにさ肥料を投入しだしたな。この独特のうんこの匂いってさ、あれなんだよね、まだ発酵が完全じゃないってことだよね、多分肥料がさ。人糞をさ肥料にして売ってるところってあるじゃん。そういう人糞肥料のところってね、割ともう完全に発酵させてから売ってるからさ、匂いとか全くないんだってね。まあそりゃそうだよな、完全に微生物が分解してるってことだからね。もうそれはうんこではないんだよ、肥料なんだよな。でもさ、このなんだろう、この田んぼとか畑とかに敷き込まれるさ
肥料っていうのはちょっと残ってるよね、匂いが。ちょっとどころじゃないけどかなり残ってるよね。発酵度合い 60% ぐらいなのかな。それは何なの？完全発酵のやつだとちょっと高いからさ、未発酵のやつだと安いとかあんのかな。それともなんだろう、あえてさ、あの完全に発酵させたものを入れるよりもさ、畑とかにすき込んでから発酵させた方がいいのかな。今日はさ、なんかペダルがめっちゃ軽いわ。追い風なのか。気分がいいわ。アウターギアでも全然焦げる。ただ後ろの車がさ、すげえ抜きづらそう。中途半端に自転車速いから。車としてはさ、中途半端に速い自転車って多分すげえ嫌だろうな。抜くに抜けないっていうね。あー、風がめっちゃ気持ちいい。ただこの風、うんこの匂いがするんだよ。気持ちいいんだけど癖。ちょうどね、横夜になってひんやりしたね。この風の中でのサイクリングは最高だよね。でも、うん、サイ到着です。よいしょ。ああ、この柿の木ちょっとうぜえな。移植したいわ。植える場所ミスったし、暇な時移植するか。もう全然暑くないわ今ね。あのカメラをマウントから取り外してちょっと触って暑さを確認してるんだけども、全く暑くない。やっぱりね、今バッテリーをさ抜いた状態で撮影してるんだよ。あの USB の給電のみで撮影してるんだけども、こうするとね熱暴走しないでいいね。あの昨日さちょっと試しにこのカメラ使って撮影したんだけども、なんか途中で止まってたんだよね。あれ録画ボタン押したはずだよなと思って、多分なんで止まったかっていうと、多分ね、あの暑くなりすぎて、それで SD カードへの書き込みがその熱暴走するとあんまりよ、なんだろう、不具合が起きるんだって。なんかどっかの書き込みで見たんだけどさ、で書き込み速度が遅くなって止まるみたいなことを書いてたんだよな。でも今回はね、止まることもなくもう30分近く録画できてるから、熱暴走もなくね、安定していいよね。まあだからこれから、まあ、このカメラ使うときはだからバッテリー抜いて使うってのがあれだね、安心かもしれないね。